ばんは。こんばんは。こんばんは。はい、始まりました。9月4日、キュウインズのショールームのお時間です。こんばんは。きらめこ、こんばんは。中野ちゃん、こんばんは。やっほー。慎吾ママさん、こんばんは。立花ゆりと申します。いきなりであればちょっと失礼CT くん、こんばんは。やっほー、こんばんは。今日は生ぬるく暑いね。私はとても今暑い生ぬるいよ。今日は台風ですね。私は今東京に住んでるんだけど、お家の外が暴風、雨降ってんのか分かんないよ。風の音がすごい。でも雨多分サーサー言ってるから降ってると思う。すごい風と雨。私がでも起きてたお昼頃は関西の方がやばかったらしいんだけど、今はどうなんだろう。どうですか、どうですか、大丈夫ですか。車とか運転してる人は気をつけないと、ふわふわするから気をつけて帰ってね、ご帰宅中の方とか。ピースさん、こんばんは。オンスー、こんばんは。ヤッホー。シゴンオハー、こんばんは。ありがとうございます。ケムちゃん、こんばんは。ヤッホー、こんばんは。電車がゆっくりでイライラなら、あら、そっか、電車もそんなに早く動いてない、早く動いてないっていうか、各駅的なやつの運行なのかな。私は今日朝出かけて、昼帰ってきてからちょっと家に引きこもってるから、今の状況がわからない。虫に今刺された足を今足を蚊に刺された気がする。痒い、急に痒いぞ。運転とか気をつけて。そう、帰る人もイライラして、なんかイライラしてるとあんまり、なんだろう、いいことないから気をつけて帰ってください。結構本当にすごい、うちの雨戸がガタガタ言ってる雨戸がすごい、もうなんかとんでもないぐらいガタ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 言ってて、大丈夫じゃないなこれはと思って、ベランダに置いてある草履とかやばいなと思って、飛ばされたら飛ばされたで OK と思って生きてる。とりあえずもう洗濯機の横とかにあった洗剤は全部回収してきました。うち洗濯機が外にあるので、洗濯機の横に洗剤とかバババって置いてたんだけど、回収してきた。これはやばいと思って、初めて回収した。東京に住んで3年4年とか初めて回収したCT 君、ゆりさんのグラビアはないかな、今年はないかな今年、平成のうちは多分ないと思います。はい、多分分かんない、そういう話がないからないと思う、そういうお話をいただかないからないと思う。 OK。 かゆい、今虫に刺されたよ足首、かゆい。なんか今年はよく蚊に刺される、なんか蚊に刺され、去年とか全然蚊に刺されなかったんだけど、今年はすごい蚊に刺されやすい。かゆいぞ。86、ふじちゃんさん、こんばんは。こんばんは。全然そんなに遅くじゃないよ、まだ9時、まだ私は起きてられるというか、今起きた、おはようこんばんは。かなり雨風、あら大変ですね、気をつけて。本当に今日朝からずっとお出かけしてる人とか気をつけて帰ってください。もうこれ帰れないやと思ったら帰らない方が安全かもしれない。もう とんでもない雨風の中無理やり帰るのが困難な場合はもう諦めましょう。自分の身の大切さを
優先しましょう。自分の身を優先しましょう。喋れな、口が回らない。はい、台風すごい。なんか今年台風すごいですね。なんか今年すごいなって。私もともと岡山県出身で、3年前ぐらいに、3、4年ぐらい前に東京に来たんですけど、私がまだ岡山にいる頃、中学生とか小学校の時はあんまり大きい台風って来たことなかったの。台風とか大雨、岡山県って晴れの国だし、なのになんか今年は岡山とか広島が大雨に見舞われてしまったり、今の台風も結構関西南の方からさ北上してきてるから、なんか今年西日本への雨の被害がやばいなと思って、怖い、実家が怖い。今日は大丈夫だったみたいだけど、この前の大雨、結構前だけど、7月の大雨の時も実家は大丈夫だったみたいだけど、やっぱりね心配。お友達とか結構西日本にはたくさん住んでるから、学校の友達だったり趣味の友達だったり、いろんな友達がね西日本には住んでるから心配ですね。みんな元気かな、心配。コロコロこんばんは、ヤッホー。電車乗りかな、ちゃんと乗ってから乗った。歩きスマホは危険だよ。大丈夫か、乗り換えました。だから乗り換えてよしっていう時かな。ほんと駅構内でのね歩きスマホをねしてるやつね、おコピーだから、おコピー用だから私。なんかなんだろうね、歩きスマホっていうか、周りが見れてない歩きスマホに対しておコピーだから、電車とかさ早く乗れよって思ってしまう。電車降りてくる人待ってる間に携帯触ってて、こうなんか全員降りてくる人、降り終わったのに乗らないやつらに最近よく出会うから、早く乗れよって思ってしまう。せめて電車のなんか乗り降りぐらいは携帯見ないようにしよう、全国民。全国民そうしよう。よいしょ。タジオこんばんは、ヤッホー。タジオ押す、ヤッホー。CT 君エールありがとう。そう今年ね持ったね、去年着た水着、メンバーでいたプールで着た水着は守りなの、守りに入るっていうか、まあ、ひたすらに遊ぶことと、なんか嫌なところを隠すっていう、隠すことに徹してたの。なんか今年はね写真映えにしか考えてない、水着を買った。写真映えのことしか考えてない、もうアイドルが着てて可愛いなって思う水着を買った。そのことだけを考えて、だってもう高校3年生の夏だもん。好きなようにしたい、好きな水着を買う。くまさんこんばんは、ヤッホーこんばんは、ありがとう。風がすごい、お大丈夫ですか、気をつけてね。私は余裕、本当に風が強いの怖いね、こんなに風が強いの怖いって感じたの初めて、17年間生きてきて初めてかもしれない。なんか風って怖いんだなって思った。結構今ツイッターとかでいろんな、なんか屋根が外れちゃったとか、看板が飛び交ってるみたいな、木が回ってるみたいな動画をよくツイッターで、さっきまでツイッター見てたらいろんな人のリツイートで見たんだけど、やばいなって、本当にやばいなって。うちとか本当にボロボロだから、あんな感じの看板とか突っ込んできたら秒だなって、秒で壊れちゃう、どうしようと思って怖い。台風の怖さを17歳にして初めて知る。タジオ雨全然降らんかった、タジオは良かったね。私もでも昼出かけてる時はそんな、なんか朝7時に起きた時はそのなんかすごい外がもう豪雨でザーって降ってたんだけど、9時とかに家出る時はなんかちょっと止んでて、池袋で遊んでたんだけど、池袋にいる時も全然降ってなくて、風は強かったんだけど、で3時とか2時とかに帰ってきた時にはまだ降ってなくて、でも風は強かった。ケモティーヤッホー、ヤッホーじゃない、さっき言った、
駅で上半身裸で、裸だよ多分、上半身で叫んでる人がいる、大変だね、やばいよわかんない、まあさ、ハイになってない、台風ってちょっとテンション上がるじゃん。なんか今回は、今回の台風はちょっともう怖さを知ってしまったから怖いんだけど、テンション上がるっていうタイプの人間なのよ私も。昔は台風ってテンション上がっちゃったんだよ、もうなんか服濡れちゃったしいっかみたいないっかみたいな塗りなんじゃない、多分ね、私にはちょっと怖いから分かんないコロコロ空きスマホしてるやつじゃもんね、ね、よかったよかった、ちゃんと乗ってからでよかった。なんかね、歩きスマホっていうか電車の乗り降りスマホ、普通にさホームとかをさ歩いてる分にはさ避けれるけど、電車の乗り降りをスマホを見ながらされると本当にあなたは前を見えてますかって思う。あと私は駅の階段を逆流するやつが苦手です。あるじゃん駅って、左側が上り右側が下りみたいな、それがない階段もあるんだけど、大抵の階段ってあるじゃないですか、どっちかが上マークと下マークこうやってついてるやつ、あれをついてるからって逆流してくる人間が苦手マン。やっぱさ、みんなもし電車からザーって降りて、降りないといけないからやっぱ降りゾーンが混むわけじゃん。でも急ぎたいからってこう上りゾーンを降りたい気持ちもわかるんだけど、私はその階段を上りたい、上ってるのに、上りのゾーンを上ってるのに前からなんか降りてくるやつ来たらおーおーおーってなるから、ちゃんと右側通行左側通行守りましょう。私小学校の時にね、もうね死ぬほど刷り込まれてるから、右側通行かな小学校の時は、小学校の時廊下が絶対もう吐いてでも右側通行って生まれてきてるから、それで育ってるからね、ちゃんと通行を守りたい。CT 君、 A ちゃんの指示、あらありがとう、機会があれば機会があればアンナさんこんばんは、こんばんは、私は大丈夫です、大丈夫です、私は元気、 I'm fine クマさん朝土砂降りね、なんか早朝土砂降りだった気がする、うん、私の生きてる地域は私が生きてる地域は起きた時に雨の音で起きたんだよね、土砂降りのザーっていう雨の音で起きたから、でも家出る時に止んでてびっくりした、びっくりした。ケモティ台風の前日ワクワクねする、え、でも学校が休校になるとかのワクワクはしたことないの、だってならないから私の岡山県の学校、私は台風で学校がお休みになったことは一度もないから、絶対私が岡山に住んでた時はね、絶対何があっても台風は岡山県を避けて通っていたの。明日はもしかしたら休校なので、こういう警報が出たら休校ですよっていうなんか紙を絶対もらうんだけど、台風の前の日って絶対学校がある、死んでもすごい風の中行く。そう、うちの学校は、私が通ってた小中学校は暴風警報が出たら休みなんだけど、大雨警報では休みにならない、どちゃくさ雨降ってる、まあ大雨警報が出たこともないんだけど、大雨警報が出たこともないけど、でも、もう注意報とか暴風注意報では全然学校バリバリあるから、もうなんか休校になったことがない。あとしさんこんばんは、やっほー、ミックス逆打ちするオタクは大丈夫だと思います、わからないわからない、大丈夫だと思う、わからない、ゲイの現場で始まったらちょっとなんだよってなるかも。なんかいつもしている恒例のコールをなんか一人好きなように言っちゃうのは、私はオタクとしてはなんだよってなるけど、そんな新しいものを生み出す的にはいいと思います。あら、ケモティぶつかる人なの？私も一時ぶつかってやろうかって思ってたけどね、ぶつかるとね結構逆走してくるやつって高確率で歩きスマホしてるからね、危険だって気づいた。
なんか逆走してくれ、本当に急いでてこうレーンのギリ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 逆走ぐらいをダーッ出していくならおうおうおうってなるけど、結構なんかね逆走のど真ん中を来るやつってね高確率で歩きスマホだからマジ危険、前を見てないあいつらは。あと横断歩道とかも歩きスマホ禁止、全国民に伝えたい。夜の道とか横断歩道歩きスマホしないで、車が怖い、車でちょっと怖いから気をつけよう、歩きスマホマジ怖いから。歩きスマホするならもうなんか壁とかに手ついて行こうどうしてもその時スマホ見ないといけないなら壁に手をさついてさ壁沿いを歩こう、なるべく小さくなって。クマさんね逆歩くの苦手。イサオや、イサオさん、イサオこんばんは、ヤッホー。なんかね東京でもいろいろあるよね、右側通行のところと左側通行。私の小学校が本当に右側だったんだよね、なんか本当に怒られる、右歩けって右歩けってはいみたいな、死んでも右側通行。あと走ったら廊下を走ったら先生にバッて肩掴まれて、バッて掴まれて30秒数えないといけない、バッて肩掴まれて、そこで1,2,3,4,5って30秒数えてから歩き出さないといけない。ペナルティが激しいから誰も走らない。なんか走る時もあるけど、多分テンション上がっちゃって走る時もあるけど絶対走らない、めんどくさいから。ケモティ冬場は周りの人、ケモティの冬場はね避けるよ避けるよ。リサオ階段上りよりしっかり守ってほしい。あと電車の人より降りる人ね、ちょっとわかる。あと降りるときに、電車を降りるときに入り口付近にいる人は一回降りよう、一回降りるか電車が次の駅に着くまでに奥の方に入ろう。なんかすごい入り口付近にいてなんか降りもせずに、あ奥行こうとかって、なんかみんなが降りようとしてるのに奥行こうとするやつがね苦手になっちゃった。昔東京に来たての時はちょっとよく分かんなくて私もやっちゃってたから、慣れてないとかなら分かるんだけど、絶対お前わざとだろっていう人いるから、え降りろやって、一回いっぺん降りろやって思う時あるから気をつけて。もうなんかなんだろうね、結構さやっぱ慣れてないとか、やっぱ田舎から東京に来たりしたら一回降りるっていうルールが私も最初分かんなかったから、そういうのをさなんかルールブックとかにしたらいいかもね、いいかもっていうか、なんかこうツイッターとかで回すんじゃなくて、なんかもっとさ授業で習うとかしたらやっぱもっとなんかこれからのさオリンピックとかあるしさいいんじゃないかなって思った。今思った。結構ツイッターとかそうネットではいっぱい回ってるじゃん、こうしてほしいルールとかっていうので。でもやっぱりネットって見てない人もいるし、そのニュースをなんかいいねが1万人ついていようと観覧数が2万人だろうと絶対見てない人っているから、 100% いるから、なんかもっと明確にしていきたいよね。やんタジオ最近ゴアヘは一人でずらしてるメンバーから、あでもなんか言ってるよね、タラ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 みたいな、なんかちょっとずれてるなって思う、面白いよね、なんか聞いてて面白い。リズもうね一生懸命 BGM を聞いてる。たまに BGM 聞こえなくてファンの人のコールしか聞こえないから、それだとずれちゃったりしたら嫌だから一生懸命 BGM 聴いてる時がある。ケモティポケモン GO は駅の中ではやめよう、駅出てからやろう。でも横断歩道はやめよう、横断歩道と駅の中でのポケモン GO はちょっと気をつけよう。マジで横断歩道前見て、みんな全力で伝える、横断歩道前見て、横断歩道じゃない道を渡るときにお前らは引かれたいのか。私は小さい頃に一回車に引かれたことがあるから車の怖さをね知っているから、知っているから
してるけど知らないんだよあいつらは。もう引かれたら本当にパニックだからね。私はそんな大怪我じゃなかったけどね、もうねパニックしかなかった。小6で車に引かれて全力パニック、どうしよう、え、ごめんなさいみたいな。気をつけよう。 CT 君、13のライブで一緒になるポックさんのショールームは並行、一緒に見てるの強いですね。私は水木の画像見てニヤニヤしながらスマホに話しかけられたら吹けてくる、つーむしでも電話とかもあるじゃん今時って。やっぱさ、イヤホンしてめっちゃあの人喋るやんと思ったら電話してたりすることもあるから、ちょっとスルーかな、通過。なになに、こんばんは。鼻がかゆい。ロック好き、ロック好き女子好きさん、こんばんは。金賞やばかった、やばかった。もうなんかずっと帰り道お母さんと行ったんだけど、おかんとあーやばかったやばかったって言いながら帰ってた。金賞やばい、おけんさんかっこよすぎた。もうなんかモッシュもなんかすごい嫌とかじゃなくて楽しいし、始まるまでは結構後ろの方にいたし、リングの方にいたし、なんかまあいけないなとか結構なんか汗臭いなとか思ってたけど、始まったらもうなんかすごいモッシュで前まで行けたし、 3,4 列目で見れたし、もうなんかきつさとか忘れてひたすら楽しかった。サンフランシスコっていう曲が大好きだから、筋肉少女隊さんのサンフランシスコが本当に本当に全力で大好きだから、1曲目からサンフランシスコが聴けて私は湧いた湧いた。なんかもうなんかロックバンドを初めて見に行って、ロックバンド、ああいうバンドフェスに行くのが初めてで、どうやって盛り上がればいいかとか分かんなかったけども、とにかく楽しんだ。周りとか気にせずひたすら楽しんだ。かっこよかった、金賞すごい。王健さんかっこよすぎた。ピックもらったの、私ピック取ったの。ちょっと待って、ここにある、ここにあるはず、あった、投げられたピック取れたの、取れたの、嬉しい嬉しい、どうしよう、もう嬉しい。ひたすらテンションが高い、楽しかった。王健さんがかっこよすぎ、生王健さんのかっこよさがね、もうね泣くかと思った、かっこよくて。なになに、こんばんは。さっき言ったくまさん乗れないのに無理やり、なんか大変だよね電車の中って。タジオどうした、その前に信号見よう、この前死にかけ、そうだよタジオもだよタジオもだよってか、みんな本当に気をつけよう気をつけて、信号を見て車を見て渡ろう。なんかさ、自分の行きたい方向だけを見るって、信号を見るのもいいんだけど、曲がってきたい車を見ようって思った。私車よくお母さんの助手席に乗ってるんですけど、なんかすごい自分の行く先だけを見てて、こっちを全然見てくれないなんていう人が多いから、東京の人は車慣れしてないんだろうね。コロコロ、オリンピックになるとジャパニーズ可愛いアイドル、外国人いっぱいね、外国人の人がたくさんジャパンに来るから、マナーとかもちゃんとしていこう。はずさん、どんな風にチャリでね道に出たらね飛んだ私もね引かれた時覚えてないの、飛んで田んぼにギリギリ落ちるとこで落ちて、地面落ちたのかな、飛んだ、跳ね飛ばされて田んぼには落ちなかったの田舎だから、もう両端が、道路の両端が田んぼで、チャリのカゴに置いてた荷物が田んぼには落ちなかった。でチャリはその後普通に乗れた、パンクはしてたけど、チャリはなんか乗れたけど結構行っちゃってたみたい。私もあんまり覚えてないんだよね、なんか怖いこと、なんかびっくりしたことしか覚えてない。その瞬間は痛くもなかったし、ちょっとすりむいた傷が普通にこけたみたいに、あ、なんか痛いなぐらいだったし、ただねひたすらねなんか何みたいな、怖いよでも
だからその道をね友達と通るときはね、あ、ここ私が引かれた道なんだよとかって言ってた。タジオ全力パニック、全力パニックとは TikTok 詳しくないんだ。コロコロさん、金賞絶頂期何回か、あら金賞はいいわ、楽しいわ、前髪死んだ、すごい楽しかった、湧いた、ね、今さすごいさテンションノリノリで立ち上がったけどさ、短パンすごい汚い家帰って着替えてゆっくりしてて、配信のためにトップスだけ着たから短パンがすごいね雑忘れてたね服やばいよね、今思い出したわ、今コメントを見て思い出した、私テンション上がって立ち上がったけどズボンやばい、かっこいい。お母さんがもともと金賞好きで、去年の夏ぐらいに教えてもらってかっこいいってなって大好きになって、こと去年の夏の魔物フェスは行けなくて、去年オーケンさんが出てた時、今年はね、あの推しの二丁掛けさんは見れないけど金賞を見るためだけに行こうと思って、金賞もう金賞だけを見に行こうと思って行ったら、フィナーレに二丁掛けが出てきたから私はもう本当に泣くかと思って泣いたっていうか、泣いた。オーケンさんも見れるし、なんか二丁掛けの人もなんかフィナーレ出番終わってるの出てきてくれるし、とりあえず楽しかった、楽しいかった、初フェス。ティモティね、服のバランスがやばいです。私青信号だから待った、まあでもね車が悪い時もある、車がそりゃ車が突っ込んでくる時もあるけれども、けれどもだけど歩行者も気をつ、お互い気をつけて生きていこうって思った今。本当に事故のない国にしよう。CT 君、ゆりさんは車の免許取ろうと思っています。秋10月ぐらいになったら取りたいなって、18歳になる半年前から取れるから、もうすでに私取ろうと思えば教習所に通えるんだけど、今なんか大学生が多いみたいで、大学生の夏休みって結構9月まであるから、その夏休みが終わったらいいって言ってた、昨日取ろうと思ってる。何だよ、二丁掛けのおすすめ曲ベスト5、迷い見個人的に好きな曲は、個人的には好きな曲で言うとやっぱあれだけど、いろいろあるベスト5も考えようと思えば考えれるけど、ライブでの脇曲、まあ、5も考えれるし、なんだろう、ちょっと待って、口に出すだけでちょっとまとまんない、ちょっと待って、ちょっと後日じゃないわ後で答え、今ちょっと考えながらショールームするからちょっと待ってて、ちょっと待っててよ。クマさん、夕方飲むとか、あ、分かる、チャリもね危ない、チャリも危ないよ。ライブでの脇曲は、良いのかこの、良いのかこのさ上下の汚さはダメだと思うガサツ。これ免許取ると、いやーでもね免許取りたいの、車をブイブイ言わせたい、ブイブイ言わせたいの。あーでも、とりあえずねライブでの脇曲ベスト5をね考えてるんだけどね、わかんないとりあえず頭に浮かんだ、あ、楽しいっていう曲を書き出したんだけど、他の曲もでも楽しいし、あ、でもなこれもいいよな、天才
作曲家ミキちゃんが考えた曲はね、どれも素晴らしいからね、順位がつけにくいわ。ちょっと考える、考えてる、今頑張って考えてる。おー、個人的好きな曲の方が多分ね、私作りやすいわこれ。そんなこともないかもしれない。個人的好きな曲の方がもしかしたら書きやすいかな。1,2,3 あーでもなー全然頭が回らない。あーそう、若者もいいんだよなー若者もいいんだよなー。みちりんさん、こんばんわんこそば、こんばんわんこそば。立花はうどんが好きちょっと待って、今考えてるから、今ちょっと考えてるから待って。もういける、いけるかな。ベスト5じゃなくてもいい、ちょっと5超えてもいい。この中からどの、結構今候補が 1,2,3,4,5,6,7,8 あるんだけど、8ある中から3つ削ることは私にはできないから、この中で順位をつけるなら多分ね大丈夫。いやでも台風が本当に今回やばそうだから、みんな気をつけて生きてください。3位まで決まった、ここからだよ、ここからだよ。カルタシとカタルシ、きらめこ帰宅お疲れ。内閣総理大臣かっこ予定さん、こんばんは。初見さんかな、こんばんは。キュインズという5人組アイドルの立花ゆりと申します。ぜひツイッターなどショールームやツイッターのフォローよろしくお願いします。字は汚いけど、今ね私の推しアイドルの私の好きなアイドルさんの曲の中でライブでの脇曲ベスト8を考えてたところ、まとまった。バグズもいいけど、もうこれ以上言わないで、まとめたからシャカも金賞はサンフランシスコと踊る赤ちゃん人間とシャカがと生きてあげようかなと、再殺部隊が好きです。ピチリンさん、17時半過ぎに外へ出た時は台風の強風が、でも風強いだけだとさまだ生きていける。あでもやっぱ危険っちゃ危険だけど、はい、ということで発表しようと思います。私の大好き二丁
すみません、噛んだ。私の大好きな二丁目の先駆けカミングアウトさんというねアイドルの方がいるんですけど、ゲイアイドル、アイドルの方がいるんですけど、その方々の曲の中でライブでの脇曲ベスト8を考えました。このベスト8にはまだ CD 化されてない曲も入ってます。全然入ってます。でも YouTube に載ってない曲も入ってます。待って、もう一個増やさせて、いやもう、あーやめるやめる、もういい曲ちょっと頭にさちょっと来てるけど、やめる、増やさない、あーもう増やさない、増やさない、いくよ、じゃん。1位、カエルの歌。カエルの歌のね正式名称はね、カエルの歌です。長い、カエルの歌で出てくる。1位カエルの歌、2位耳をすませば、3位シワの数だけ被害妄想、4位三原色カルタカタルシス、5位猫の恩返し、6位どこで壊れたのオーマイフレンド、7位丸儲け、8位若くないもののすべてでした。いやー悩むわ、悩む、どの曲も湧くからな、ゲイの曲はちょっと悩むわ。これはね、私の好きなアイドルさんだから、私がライブでかかった時にテンションが上がってひたすら湧いたり、なんかこの曲聴いて湧きたいなって思うような曲になっております。字が汚いね。はい、アクセルファイズさんこんばんは、ヤッホー、こんばんは。1位のカエルの歌はね、大好き大好きです。ライブでやったらもう本当に大好き、もう楽しすぎる。あんまり私の推しのきまるくんがソロで歌うところはないんですけど、曲がまずね可愛い。みきちゃんの作詞作曲、ゲイのほとんどの曲を作詞作曲してるミキティ本物さんのなんかお母さんへの思いがね詰まってるの。みきちゃんはママが大好きで、ママへの思いがすごく詰まってるから歌詞からまず大好きだし、ライブでねジャンプ曲なんですよ。ジャンプジャンプ、それが楽しい。サビでもサビの一体感、サビの振り付けの一体感とかがとても楽しい。これ YouTube に載ってます、 YouTube に載ってます、ゲイさんの、ゲイの YouTube に載ってます。2位の耳をすませば、耳すまは神です、神ですアイドル界のなんかアイドル界の曲の中のあの一番の神曲だと一人で思ってます。耳すまは神です。ライブでは最上級に盛り上がります。なんか好みを好みなくしたら一番だと思ってる。でカエルの歌には勝てないから2位にしてるけど、湧き方としては2位だと思う、1位になれると思う。耳すま落ちサビがね好きです。サビの振り付けもすごいみんなでやりやすい振り付けだし、 B メロで私なんかコール合戦みたいになるのも楽しいし、落ちサビで私はお尻ハートを送るんですけど、ハートを送るのも楽しい。第3位シワの数だけ被害も、シワゲイは本当になんか大好きシワゲイはまだCD 化されてない、 YouTube には載ってるんですけど、本当にコールも入れやすくて誰でも乗りやすいし、今流行りのメオホントゥースケが頭に入ってます。で歌詞がねまたいいの、どの曲も歌詞がいいんだけど、この曲は青春みたいに年齢を重ねていく歌詞なんですけど、最後にハッピーエンドになれる、ハッピーエンドになれるかもしれない曲だから盛り上がれる。サビの振り付けがねこれも初めて見た人でも誰でもやりやすい。どこで壊れたの、違う、シワの数だけ被害妄想、 YouTube に載ってます。あ、2番耳すまも載ってます、耳すまの PV も載ってます YouTube に。第3位第4位三原色カタルシス、三原色カタルシスは推しジャン曲ですね。私が人生で初めて推しジャンをした曲です。推しのところでもひたすら推しジャンをします。でサビもすごくいいのと、落ちサビでこうやって作る、こう四角を作るところがあるんですけど、そこの決まるもっこりが可愛いそこで決まるもっこりだけしゃがんでて、私結構前の方でこうしゃがんで決まるもっこりとこうやって視線合わせることが多いんですけど、そこの決まるもっこりがひたすら可愛い、可愛い、もう可愛い、好き。次
次第5位、猫の恩返し。猫の恩返しも耳すまと一緒で、耳すまのアンサー曲なんですけど、湧きます。こうコール&レスポンスみたいに、にゃん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 って言って、みんなでにゃん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 っていうとこがあるんですけど、そこの決まるもっくりが可愛い。あそこのペイちゃんと決まるもっくりが可愛い。ペイちゃんが可愛い声でとか、セクシーな声でとか、大きい声でって煽るんですけど、煽る時のセクシーな声でっていう時のペイちゃんがもうひたすら色っぽい、可愛い。そしてセクシーな声でに応える決まるもっくりのセクシーな声が可愛い。決まるもっくりが一番にゃん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 って言うんですけど、そこの答え方が可愛い声でって、決まるもっくりも可愛いし、もうかっこいいし可愛いし、とても好きです。そして第6位、どこで壊れたの Oh My Friend。 これはね、まだね YouTube とかには載ってないんですけど、今月末にですね、あのアルバムが出ます。新アルバムに入るんですけど、どこフレはなんだろうな、決まるもっこりが可愛い。私はまあ決まるもっこりが、結論を言うと全てにおいて決まるもっこりが可愛いんですけど、決まるもっこりが可愛い。最後になんかねっていうところがあるんですけど、ねっていう歌詞の中でこう決まるもっこりがステージのもうセンターに来てねっていうとこがあるんだけども、可愛い可愛い、あーもう拍手しちゃう。もうなんか息子がいいことしたみたいに拍手しちゃう。決まるもっこりが可愛い。あと俺も曲、なんでも言える恋人が欲しい、俺も曲。でも歌詞もねすごくいいので、これはまだね YouTube とか載ってないんですけど、ぜひアルバムをゲットしてみんなに聴いてもらいたい。世代7位、丸儲け。丸儲けは結構ね知ってる人多いです。アイドルさんとかでも知ってる人いし、 PV にあの生うどん、元生うどんの西さんが出てたり、結構 PV も凝ってて、二丁掛けになって初めての白鳥白鳥が入ってから初めての曲なんだけど、すごい誰でも本当初見でも盛り上がれるし、なんかよく耳に残りやすい曲です。すごいもう曲が楽しくていい感じのメロディーなのに、歌詞の内容がそんなに前向きではないという、前向きではない歌詞なんだけど心に刺さってきていい曲。そして第8位が若くないもののすべて、若者。若者は若者も振りコピーで分けます。イエッタイガーも言えます。なんか一緒に振りコピーもできるし、はいせーのはいせーのって言って、はいせーのも言える、イエッタイガーも言える、ウェイパーも言える。とてもいい。手拍子が多いです。若者は手拍子が多い曲です。初めて見た人でも歩ける。結構二丁掛けさんの曲は振りコピがしやすいというか、ミキちゃんが振り付けも考えてるんだけど、ミキちゃんの振りがすごいキャッチーで誰でも真似がしやすくてやりやすいです。はい、プレゼン終了。ゲイの脇曲プレゼン終了。次は好きな曲、個人的に好きな曲。おー難しいぞ。もうね深く考えないことにするね。そう、二丁掛けさんはね、ペイニャムニャムちゃん、ペイニャムニャムの煽りがね完璧なんです。すごく、まあ、なんか元気をもらえる煽りだし、こうおいおい言いたくなる煽りだし、かと思ったらすごく色っぽくて、もうなんか惚れてる。ペイニャムニャムが良い。ペイニャムニャムがとても良い。
スイズン最高スグレカモサピ。もう本当に何にも深く考えないようにして考えた。本当に何にも本当に考えてないもん。今頭に浮かんだ好きっていう曲を並べただけなんであんまり参考にはならないんですけど、私のゲイの中の好きな曲ベスト7になりました。イエス。はい、1位、言いたいことも言えないこの世の中じゃん。ポイズンってよく略されてます。ポイズンはバラードです。バラード曲ですごいしっとりとした曲なんですけど、歌詞がいい。なんせ歌詞がいい。わしは毎回泣く、聞きょうて泣く、いつでも泣きょる。とても良い。ポイズン、ポイズンも YouTube 載ってます。でもポイズンはニチョハロさん、まだ白鳥が入る前の動画が載ってます。すでにウサギとサイコさん、ウサギとサイコさんも結構しっとりめの曲なんですけど、歌詞がPV の完成度がとても高くてかっこいいです。 PV が載ってるんですけど、 PV の完成度本当に高いです。後半泣きます。1回目で泣きました。そして第3位、さっきもあった、どこで壊れたのオーマイフレンド、ドコフレ。ドコフレはキマルがかわいい。さっきも言った、キマルがかわいい。早く CD 化してほしい。ちょっと待って、1曲増やそう。3位、ちょっと同意で1個増やそう。今頭に浮かんでた、もうこれは入れないと気が済まない。3位、同意で、やめる時も健やかなる時も、やめすこ。やめすこはね、あんまりライブで今してないです。してないっていうか、そんなに普段のライブではあんまりしないです。しかも YouTube とかにも上がってない。次のアルバムに入るんですけど、泣ける泣ける。みきちゃんの歌詞がね、頭に刺さる。でこう YouTube とかに載ってない曲でも、とても耳に残りやすいキャッチーな曲だから、すごいね覚えてる。音源化されてないし、動画にとかにも載ってないのに覚えちゃうぐらい、とても耳残り、耳障りがいい曲です。第4位、耳を澄ませば。耳すま、好き。キマルが可愛い。キマルにハートを送りたい。第5位、ホモサピエンス。ホモサピエンスもバラードです。バラードがね結構好きみたい。私はミキちゃんの歌詞が好きだから、やっぱバラードが好きみたい。で第6位、カエルの歌、楽しいよね。で第7位が Yesterday the Once More。 とても良い曲です。 Yesterday the Once More は可愛い。キマルが、キマルも可愛いけど、なんか振りがとても可愛い。振りの中で結構こうメンバー同士が顔を合わせるところが多いんですけど、 Yesterday the Once More はすごくかわいいすごくかわいい、大好き。もうでもね、全然曲とかね、どれが一番とかも選べないから、日によって変わるから、この順位って、この順位って本当に今の一番はポイズンだけど、絶対明日の一番は違うし、日によってね変わるから。ノスタルジスターだって好きな日はある。今日はちょっと違っただけなので、ぜひねみんなにもね、 YouTube とかにも載ってるし、 CD も新しいアルバムも発売されるから、二丁目の先駆けカミングアウトさんの曲をぜひ聴いてみてくださいというプレゼンでした。はい、どんなの、どんなの、ちょっと待って、頭に浮かばない。何でも言える恋人が欲しい、振られた日はぬくもりが欲しい、僕は壁にぶつかったみたいな。でもね、表しづらいわ。でも本当になんか一緒に歌いたくなる曲ばかりなので、ぜひフリーライブにも足を運んでみてください。私がいます、きっと。
はい、今何時、ちょうどの時間ですね。はい、本当に日曜だけさんは楽しい。でも金賞を見たから、金賞の曲も最近あんまり金賞の曲を前ほど毎日聴いてなかったから聴こうと思った。王健さんがかっこよかった。王健さんがもうなんかすごいめちゃくちゃかっこよかった。かっこよすぎて本当に惚れてる。王健さんみたいなかっこいい人がいい。王健さん面白いし、喋ったら面白いし、かっこいいし、本当に楽しかった。夏の魔物フェス会えないと思ってた芸人も会えたし、ギャンパレも見れた。ギャングパレードさん結構好きで見れるかなって思ってたんだけど、ステージがすごい近くてギャンパレも見れたし、ギャンパレからの王健からの、まあ、ザ・謎の魔物も前まで好きだったから、魔物からのフィナーレでゲイを見れるっていう素晴らしい感じだった。大好きです。王健さんおじいちゃんだけどね、かっこいいの。渋い。おじいちゃんをあんなにかっこいいって思ったことがない。結構俳優さんとかでも年が結構ご年配の渋い方が好きなんです、方がかっこいいなって思うことはあるけど、あそこまでのおじいちゃんを好きになったことはない。かっこいい、かっこいい、好き。なんかもうさ、テンション上がりすぎて顔がテカってきた。なんか熱量、顔の熱量がやばい。顔がテカテカになってきた。大変です。なになに、タチオさんの俺が歌う金曜の、あ、そうなんですか。のアイドル始められたらどうですか。ということで、次のライブの告知をします。ページが開かないよ。はい、キュインズ、次のライブは9月9日日曜日、ナース火曜、ナース火曜フォー救急の日、ナース火曜に出演します。場所は渋谷テイクオフセブンさん。出演時間19時15分からです。この日は衣装がナース服、ダダーン、レアナース服でのライブ、全員がナース服です。そして重大発表がございます。ダーン、はい、みんなに、ライブで聞いてほしいという大なお知らせがありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして9月10日月曜日、表参道グラウンドさんで、神5の無料ライブ、神5なんか無料ライブに出演します。ももれぼさんなど、ももれぼさんやコスメティックロボットさんや、たくさんの5組のアイドルさんとの対バンです。出演時間20時30分から、表参道グラウンドさんで無料なので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。そして9月13日が秋葉原コズミックラボさんにて19時20分から、9月14日スペースオットさんにて19時10分からの出演、9月16日渋谷グラッドさんで未完成リップスパークさん、ミニスパさんのミニスパーリーに出演させていただきます。出演時間が12時45分から。そして9月22日は2回ライブがございます。渋谷のキャメロット B3 さんと渋谷グラッドさんで2回ライブがあります。ぜひぜひ遊びに来てください。キュインズの9月はライブが結構ね、詰め詰めであるので遊びに来てください。待ってますね。結構ね、キャメロットとかグラッドとか久しぶりの会場がありますね、今月は。ということで、9月もぜひライブに遊びに来てください。台風にも皆さん、今日の晩は気をつけて過ごしてください。ということで、本日もありがとうございました。以上、私たちベッドできるアイドル、キュインズパンチ、キュインズの立花ゆりでした。ありがとうございました。今度探して見つけてまた見失って、バイバイ。